ジャンニーんさん、えー、今回アンケートをご協力ありがとうございますはい60万円提供してる内容どんな内容なんですかね <laughs> まあ結論言うと60万円の内容っていうのはメインはワンツー添削です教材に価値があるかどうかは受け取った人が、えー、価値判断するので分かんないです見てみてくださいなんで高いのかっていうともう完全にコピーライティング道場はワンツーの添削レター これですね課題を提出してもらってそれにワンツーでレターを作ってプレゼントしてさらに動画もプレゼント一人一人にするってやつが超大変でそこそこです単純にドリームアカデミーはもう今80万ですけどあと23年無料サポートするんでもちろん講,講義内容とかもいいとは思いますけども単純に高いのはそれだけですね、うん、だけど60万が無料って言われると欲しくなりますよね これを自分がやらないといけないですよね、やる側に。うん。そう。まあ、あとはまあ、コンテンツの内容に関しては、まあ、判断していただければいいのかなと。ああ、いい、いい講義内容だったなと思うのか。あ,あなんか、あんま微妙だったなって。それは人それぞれ価値変動があるので、わかんないです。ただ、少なくても、内容には自信があります。うん。でこれを、じゃあ自分が作る側になって作れるのかって話です。 僕がコピーライティング道場で提供した講義を自分でゼ今自分のゼロベースで作れるのか、まあ、パクれば作れると思いますけどもうもう経験してきたことをいろまあ経験を絡めて僕作ってますからこれが自分で作って提供できるのかっていうところですね、うん、まあそれを考えてもらえればいいんじゃないかなと思いますね自分で提供できるのかという提供する側にならないとお金稼げないですからうん ああまあ、うーん自分でコンテンツを作る自分でフりえー、有料商品を売っていくっていう早くそっち側になってもらうためにも,も今回の内容をしっかり見ていただいて、まあ、パクれるところはパクってどんどん活用していただければいいんじゃないかなと思います。はいえー、アンケートありがとうございました